竹井照子ペンチャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね大阪に来ております。今日はですね以前から配信してた、関西演芸協会の、舞台で今日はですね僕の師匠である若い隼人師匠の元相方の若いボン師匠と僕は、漫才を今日やります。そして、今日はねすごい素敵なホールでございます。一流の舞台です。ねえ、監督とかもしなあかんのですよ。もういっぺんね、もうちょっと中止が気の毒やったんがね、あの幼稚園の息子がおったんでね、毎日幼稚園の友達が家に来るんですよ。師匠も僕ずっと家におるでしょ。で、しまいにその幼稚園のお友達が師匠のためでおっちゃん、いつ来ても家におんなぁ言われてね。その時は両方法が働きながら、そりゃそうやわね。あんまり追っかけせんで、まあ、その復帰の期間にまた師匠がね、結核になりましたね、これ。もう結核、これもう半年、これ入所言いますね。国立の療養所が入院言いません。入院から大津言えねん、なんて言うと思います。京都ですって嘘つくないよ。これはいじめられてるから。どんな風にいじめるか、京都じゃ。あいつらな、あいつらな、湖のこと海っていいよねとか。渋滞の先頭見たら志賀作が運転したら志賀作いよ。はい、よろしくお願いします。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 お疲れっす。はい、お疲れ様。あ、そばそば。そうですね。もうお願いします。はい。ちょいちょい。三八マイクの上下、黒い部分つまんでください。ははは。上下ね。まあ、僕も師匠がいてまして、その若い隼人師匠、若いボン隼人の若い隼人師匠、まあ、64歳という若くしても亡くなりになられたんですけどね。で、まあ、僕は普段漫才やってるんですけど、まあ、今日はね特別企画ということで、今回僕漫才させていただきます。そうやっていただける方が、その若い隼人師匠の元相方、若いボン師匠です。皆さん大きな拍手で。どうも、お疲れ様。おい、帰るな。何やねん。帰って、今来たばっかり。あのね、何やな。私はもう眠くて。もう出てからもう帰って寝た。確かにな、寝たいのは分かる。師匠、もうちょっと起きとってください。もうちょっと起きとってください。私はね、いつもこの時間になったらね、寝てるって言ってた。さあ、分かるけど、なんで。だからもう朝起きてから漫才しよう。何時に起きてなんの。午前3時夜中やった。岩戸にも起きてへんわ。だから鶏を起こしてる。鶏を起こしてる。鶏さん、起きやーい。コケコッコー。そうだ、鶏さん起きやー。コケコッコー。これ毎日言ってたら、鶏さん、もう結構。帰るな、帰ってこい。もうええやないの。もうナイキングしてるぞ。帰ってこい。師匠、帰ってください。だから師匠ね、これ最後やから。最後。あれ、何師匠ね、おいくつになられたんですか。私、79歳。芸歴の61年やってはるんですよ。これも皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。では、そうですね、帰るな。もう帰りたい人やね。師匠、もうちょっといてくださいよ。師匠、79歳。こんだけね、元気なんて、やっぱりびっくりしますよ、79歳って。そうでか。もう79歳になってね、もう毎日ね、テレビのリモコンばっかりさ。テレビのリモコン、首にくくりつけときな。あのね、リモコン首にくくりつけとってもね、リモコン探しすぎる。重症や。重症ですね。いや、師匠、こんなの聞いてるんじゃないですか。やっぱりね、79歳になったらやっておきたいことってあるでしょ。ああ。師匠、79歳になったらやっておきたいことってありますかね。79歳
会になってやってみないと、そろそろ免許を、あ、やっぱり返納ですね、いや、免許を取りに行きたい、危ないよ、あかん、絶対あかん、なんでやるな、あの市場みたいなのに逆走するやん、あかんか、免許取ったらかっこいいよな、なやなやかっこいいね、真っ黒なスーパーカー、霊柩車やねイコマやな、バーンぶっ飛ばして目指すところはイコマレリエやな、あの、あれなんで俺、このソイスビのマクビだっけ、ほんまやどこでマクってきたやな、こんな衣装着てんけど、なんでこんなより霊柩車とかやな、こんなイコマレリエとか、こんなもう私の棺桶に近づくような話せんといて、いやまだまだ元気やから、もうイコマやばイコマ山やもんね、今イコマ山やね、六甲山、そんな話しちゃおうわ、山の違う話してるんだおうわ、違うんですよ師匠ね、79歳になったらやっぱりこれがやっておきたいなということ、それを皆さんも聞きたいと思うんですよね、79歳でやってみたいからね、コンビニのアルバイト無理無理に決まっとるやん、それもやってみな、分からへんから、そんなする人おらんねえから、ほらちょっとやってみるか、やってみましょう、ここのコンビニに貼った、ここでおにぎり行こうぜ、これ賞味期限って言うとんで貼るの、ちょっと文句言うだろう、ピーン、すいません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 、はい、何がやるすぎやん、そんで何の音が聞いとんねん、いやこれ補聴器聞こえるやん、いや補聴器これ電源オフにして切るな切るな、何のためにやっとんねん、いやお客さんのね、お話を聞くのはいいね、聞け聞け、そんなちょっとほんまにマジでちょっと耳が遠なってますほんまに補聴器つけてます、いやこの年になったらね耳は遠なりますがね、おしっこはちっこいや本当にこれ舞台で言う前にね8回トイレ行っちゃうんですよ、何回行くねん、いやそんな話はどうでもいいねん、あのなこのおにぎりここのコンビニでこうだ賞味期限切れとるやないか、失礼なこと言うな、あれ私はまだ賞味期限切れとる、誰があんたのこと言うとんねん、違うわ、このもう要はこのコンビニあのおにぎりはな返金してや、その代わりこのプッチンプリンがはな、あらありがとうございます、いえもうこれプッチンプリンを温めますか、プリンやるとね、温めてどうすんねん、プリンやるとんねん、お箸おつけしまう、無理やるな、貸してくれるか、そう、あのな、79歳だって無理なことはやめよう、コンビニの店員は無理、違うことで79歳でやりたいことをみんな聞きたい、それから、選挙の応援演説やってみたい師匠、選挙の応援演説って師匠何年か前に立候補して落ちたじゃないですかそれも3票しか入れへんの、大丈夫ほんまのこと言うないや、今日入れた人、レッツゴー準備しようと早くしようだから教えたくね、あの人行って自分の名前書いたらしいじゃん本当に、いやなんか無理に決まっちゃう、世界で選挙出るんやろ、はい、選挙の応援演説をやって、あ、なるほど、それやってみた、皆さん、私が武将トップで立候補した武井出てることを申します、よろしくお願いいたします、ありがとうございます、今日はですね、心強いです、応援演説の方が来てくれてます、お笑いタレントの若いボン師匠です、よろしくお願いいたします、若いボンでございます、よろしくお願いいたします、皆さん、武井輝彦を男にしてやってください、よろしくお願いいたします、彼は消費税を 0% 掲げてます、私も消費税 0% が賛成です、あ、そうですか、ありがとうございます、そうでございますよ、うん、あの消費税を 0% にしたら、はい、今も政府上げる言ってましたろ、うん、絶対これ上げます、うん、もうこれもう防衛費とかやな、うんね、子供なんなんだよね、はい、もうこれ消費税上げるの分かったね、うん、ね、それ0% にありがとうございます、消費税を 0% にしたら、はい、国民の生活を守る予算はどうするんだ、確かにそういうことです、安心してください、安心してください、100円のコーヒーを買ってもらってそこへ15円だけ乗せていただく、それが消費税、それも 15% で増えとるやつ何を言うてんねん、この人、皆さんちょっと聞いてください、私はまっすぐな男なんです、曲がったことが大嫌いなんです、そうです、よろしくお願いします、まっすぐで曲がったことが嫌いな男です、はい、
車でカーブがあってでも真っ白走って電信柱にぶつけるほど意味が違うわ。違います。そんなこと意味が違う。そんなこと言うてるんじゃないんですよ。よろしくお願いいたします。本当にね、皆さん、はい、私が当選した暁には、うん、皆さんのご期待に応えまして頑張りますので、何とも若いも若いもと強気一票よろしくお願い申し上げます。師匠なに交渉で、いや拍手は与えへん、応援演説に来た師匠、ありがとう、ありがとう、ありがとうやね、はい、師匠、違う、もうね、79歳でどうぞ応援演説を無理もね、だから79歳になってやってみたいことを聞いてるんですよね。そしたら、娘さんください。師匠は娘さんくださって、娘さんいくつやね、無理決まってるやん。そんなもんやってみな、わからない、やってみな。あ、徳山よしこさんの家はお父さんとは人かな、なんか緊張するな、ガラガラ、お父さん、娘さんをください。お前にお父さんと言われる筋合いはないわ。なんでですもん、娘さんくださいよ。ほか、わしは娘はおらんのじゃ。娘さん、よしこさんくださいよ。よしこは隣の家や、わし息子しかおらんねや。息子しかおりまへんの。息子しかおらへんねや。じゃあ、息子さんください。気持ち悪いわ。息子持ってどうすんねん。お父さんの隣に来て。あ、これはおわしの嫁やね。ね、嫁さんください。嫁もらうな。嫁もらうの俺の大事な嫁や。どんな嫁は、あ、いらんわ。失礼や。師匠、あかん、こっち来なはれ。79歳になったらやってみたいこと。娘さんもさ、そんな無理なのあかん。もしんなら、やってみたいのは、プロ野球の始球式やってくれ。間もなく始まりますよ。体壊すよ。無理、無理。そんなもんやってみなくなってる。師匠間近で見たらおもろい顔してるな。師匠結構歯出てまんな。エラマで年いったら歯もへこんでくる。部屋飲むと痩せてきます。体がちょっと、なるほど、ちょっと僕は嫌味くって言われた。お正月の嫌味くって言われたけど。歯出て、なんか甘やどりしてるんだ。ちゃうの。え、なんか。こんなとこで、ほっぽれまくる。師匠、近づかんとってまして。登山靴の裏みたいな顔して。どんな裏や。やってみたらやりたいから。俺はどうしたの。ちょっと、カッチャー。何それね。始球式や。何が始球にないや、言うてんの。違うわ。始球式や。意味が違うね。ちゃんとなきゃな。あ、なるほど、キャッチやってな。あ、よし、めぐれ、ほい、ペロン、ほい、よ、よ、あら、ストライクや。ボーリングだ、どうやねん。いや、師匠、ボーリング違う。俺、ピン一人、ピン一個しかないやんか。何を言うてんの。何が、もう一本、ピンも。この男のピン短いです。ウインナー小説やかましは丸大半分や。あのそういう生で縛っとんねん。ちゃんと投げて、ちゃんと置いておれ。師匠、あの始球式でサインいらん。何ほんで首振ったり、それはいらんねん。いや、自然の振り回しやばいからとね、師匠ちゃんと投げな。よし、ロッ、あかんな。何してまってんだよ。こっちこっち。何でボールがどこですね。ちゃんと投げてください。大丈夫ですか。よし、来い。はい、お、よし、はい、はい、どこに投げてんだよ。センター投げてどうすんねん。師匠、始球式もダメじゃないですか。79歳になったらちゃんとできることをやってくださいよ。そしたら、ワールドカップの選手と一緒に手をつないで入場したら。あのメッシは、あれ、ワールドカップのサッカーの選手、メッシとか。手、ね、つないで入場するの、あえて子供ですよ。そうそれ、俺と手つないで出たいんだ。そんなもんやってみよう。やってみんでもわかる。ちょっとほらやってみようか。ほらほらほら、ここから、はいはい、ここからほら出る、はいはい、選手
って何がおもろいの。何いや、旦那さん、師匠、大丈夫ですか。いや、あの、お風呂は入った。あ、お風呂はもういい。大丈夫、おしめは帰った。おしめは帰ってきて、このお風呂入ってからちゃんとご飯にしようか。お願いします。デイサービスだよ。私やってみたいのがこれを一番やってみたい。ええ加減にせえ。どうも。そうですね。こっちも。いや、楽しかったです。